ロバート・アンドリュー・ベルデラ・ジュニアは、カンザスシティの、ブッチャー・ーザ・コレクターとして知られる、アメリカの連続殺人犯。1984年から1987年までの、ミズーリ州カンザスシティで6人の男を強姦し、拷問、殺害、最大6週間の監禁し有罪判決を受けた。私の最も暗いファンタジーのいくつかは、私の現実になりつつあると自身の殺人事件を、 説明して、有罪を認め、最旧殺人で無期懲役のための仮釈放の可能性なしを言い渡される。1988年8月最初の犠牲者、ラリー・ピアソンから以降1988年12月までの電化殺人及び第二級殺人の4つの罪状を認める。週刊中のミズーリ州立刑務所にて1992年10月に、 心臓発作で死去ベルデラは1967年から1969年までカンザスシティアートインスティチュートに在籍していました。この間、彼は有罪判決を受けましたが、アンフェタミンの販売で定職判決を受けました。3000ドルの再建。彼は後に LSD とマリファナの所持で逮捕されたが、証拠の欠如により告発は取り下げられた。1969年。 彼は犯罪現場であるシャーロット4315番の家を購入した。1988年9月13日に残った5人の殺人容疑について、2人の弁護人の同意を得て、最初は無罪を主張したにもかかわらず、ベルデラは検察官とこれらの残りの容疑での死刑を回避することに合意しました。この単案の合意において、ベルデラは誰が殺したか、 核犠牲者にどんな屈辱が与えられたか、核犠牲者をどのように殺したか、そして彼が彼らの体で何をしたかをグラフィックで告白することに同意した。これらの自白は1988年12月13日から15日の間に検察官に届けられました。実際の拷問記録内にコード化された注釈を参照して、ベルデラは略記されたエントリーの多くは、 被害者に与えた虐待の方法の略語であると認めた。例えば CP と書かれたエントリーは被害者を封じ込めるために犠牲者に注入したクロルプロマジンの注入を指し DC と書かれたエントリーはクリーナーで目の洗浄を指します。生体内の物質の排出または注入 EK または e k 時と書かれたエントリーは捕虜に 電気ショットで施された拷問方法に言及していましたが、他のエントリーには、ベルデラが犠牲者に薬物を投与した解剖学的位置も含まれていました。例えば、犠牲者のジェームス・フェリスに関連して、ベルデラは、21、ニケット NK ショルダーと記した記事を書いた。彼の犠牲者、ゆるいギャグ、安静に抵抗しないまたは、非常に遅れた呼吸、いびきなどの他のエントリーは、それ自体で、 さらに説明された。喉、生帯、目、身体のこれらの部分を役に立たないようにする糸での手のドキドキ。別の拷問方法は爪と正器の下への針の挿入だった。さらに、ベルデラは被害者が続くたびに虐待のレベルが増加していることを告白し、被害者を撮影したポラロイド画像をトロフィーまたはイベントログとして見ていた。水売り州立刑務所。 ベルデラは1992年に死ぬまで収監されていた。ありがとうございます。